鳥谷隆、オリが4番勝負した意味とは。日本シリーズ第4戦、阪神が劇的なサヨナラ勝ちで2勝2敗のタイに戻した。3対3の9回1死から近本が死球で出て2暴投で3塁に進むと、2者連続の申告敬遠で満塁。最後は大山が三遊間を破った。日刊スポーツ評論家の鳥谷隆氏は、4番大山勝負をめぐるオリックスベンチの思惑、サヨナラだという結果が持つ意味を語った。3対3の同点で迎えた9回裏、オリックス中島監督は阪神4番大山選手との勝負を選択しました。1死1塁から2つの暴投で1死3塁フルカウントとなると、オリックスベンチは2番中野選手を申告敬遠。それどころか3番森下選手も迷わず申告敬遠して、1死満塁での4番勝負をチョイスしました。この決断はもしかしたら日本シリーズの先も見据えた上での判断だったのかもしれません。押し出し球のリスクもある中で、あえて塁を埋めたのは、ここで抑えれば、大山選手の今後の日本シリーズに向けてダメージを与えられるという計算もあったのではないでしょうか。この日のサヨナラ打で4番大山選手は完全に息を吹き返した形です。2勝2敗のタイに戻した阪神にとって、これ以上の朗報はないはずです。打った大山の勝ちよ。申し訳ないが、佐藤は外してくれ。策し、策に溺れる。そういう感じ。さすがです、鳥谷さん。1、2、3、4が繋がったら手がつけられん。8もおるしな。オリックスはバカなことをしたよなと思う。ますます阪神が勢いに乗るだけ。日本一も阪神に決定かな。また来年も関西シリーズでええんちゃうかな。どうせ負けるなら派手に散ろうと。オリックスさん、去年日本一になったんやから今年はタイガースに譲ってな。オリックス油断したな。大山覚醒させたかな。1番バッターの後2人敬遠したらそりゃ4番になるやろ。別にただの満塁策だろ。舐められてるとか言ってる奴は野球見たことあんのか。高木豊も同じこと言ってた。大山封印だと。鳥さんの読みが深いなぁ。かなりしっくりきました。